さあ皆さん、ケープスンコーヒーへようこそ。MC ジャスティン here。皆さんお久しぶりですね。今回はエコについて解説していきたいと思いますけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、1月10日に公開されて、しかも初の試みということで、一気見することになりましたよね。一気に全話公開されて、まあ、しんどかったわけじゃないんですけれど、ちょっと頑張って2日間かけて、全部見ました。皆さんはもうきっと見終わってると思うので、今回はいろいろと、考察、解説して、小ネタなどですね、ちょっと気に入ったところだったりとか、気になったところもご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、早速ですが、Let's get started! まずは今回のロゴはドラマのロゴと同じように日々やノイズが加えられていて、この現実味ある世界観を醸し出しているところが好きですね。気のせいかもしれないんだけど、マヤちゃんがエピソード5で買おうとしていたアイスクリームに連想する色ですよね。そしてこのマーベルスポットライトについて一言。マーベルスタジオ曰く今後このバナーでデビューするストーリーは以前の MCU 作品とつながりが浅く、他作品を見ていなくても楽しめるシリーズになるとのこと。最近 MCU が複雑化もして、ディズニープラスドラマは未だに全作品見ていないなどのファンもいるので、そういう人にとってはいいかもしれないですね。もともとマーベルが発行していたコミックシリーズでもあって、同じような趣旨で他の作品を読んでなくても楽しめるシリーズだった。ここで馴染みのゴーストライダーとかウェアウルフバイナイトがデビューした作品でもあります。噂によると現在撮影中のワンダーマンはこのシリーズでリリースされるんだけど、エコーみたいに一括公開になるか、毎週1話ずつ公開されるような仕組みになるかどうかはわかりません。早速、直刀族の創造の神話が登場します。実は直刀族の神話そのままで、地下の洞窟から出てきた人たちが人間となって、直刀族の先祖であると。神話によると、その、洞窟はこの小山の下にあって、実際これは存在する場所で、何ワヤと呼ばれているところです。大したことではないけれど、小さい頃のマヤのシーンでシャドウパペットをやっているところは、崩壊で登場したシーンへのコールバックですね。こちらも大したことではないけれど、ここでは小さい頃の母の記憶があって、お父さんの名前ロペスを取ってるんですが、原作では母の記憶がほとんどなく、ロペスという名前だけは母の名残だった。今回は女性から伝承されるパワーのストーリーなので、きっとこのように変更になった。このシーンはフリーランド監督によるととても重要で、マヤが到着する時はただの態度の悪いティーネイジャーだったけど、ファイトが終わったら冷酷な殺し屋に変身する。その変身するところを視聴者の目の前で起きるシーンにしたかったと。まさにその通りになったね。待望のデアデビルの MCU 初登場、イエーイ。荒川さんの話によると、二人とも同じ名字のコックスということで、会った時意気投合して笑い合ったそうですが、荒川さんはこれで女優として二つ目の作品です。一つ目は崩壊です。見すぎないのにこんなアクションができることは本当にすごいですよね。まさに。このドラマは原作にものすごく忠実しているところがたくさんあって、これもその一つ。目の眼帯まですごいよね。ここで一つ指摘したいことがあります。もちろんシーズン2があるかはわからないけれど、反響が良かったので可能性はあるかなと思います。しかし、ここを見てください。今シーズンのエコではと。アメリカの長期ドラマでは、これは複数シーズンを視野に入れている表現なので、勝手ながらも期待が高まりますよね。このシーン、いくつかの要素があります。まずマヤと同じく先祖からパワーが伝わっている。このパワーはマヤにも伝わってるけど、何かっていうと、パスファインダー。まあ、要するに、ファイトでも役に立つ安全や勝利への道を一瞬にして割り出す能力。あと、トリビアになるけど、やってる遊びはラクロスに似てると思う方はいると思いますけど、その通りです。実はラクロスはもともとアメリカ先住民が作ったゲームで、1000年前ぐらいから存在する。しかし現在のと違って、チームは1000人だったりとかして、太陽が出てからくれるまで、プレイをして3日間ぶつづけ開催していたとのこと。皆さん覚えてますか？ファルコン&ウィンターソルジャーに初登場した悪の街マドリプール、今後たくさん出てくるでしょう。
全然関係ないけど、マヤが食べてるのは僕の大好物のポップタッツ。乾杯。この話ですが、これは本当にアメリカの歴史にあったことで、ライトホースマンは馬などに重い荷物を乗せないで身軽にパトロールしていたことからライトという名がついた。そしてここで出てくる先祖は、今作がかなり様子を借りているコミック、フェニックスソングがインスピレーション。マヤがあのジン・グレイが取り憑かれたフェニックスと一体になるストーリーで、マヤの、代々の先祖の時代に、タイムスリップしながら取り憑かれた謎を解く旅に出るけど、その中でこの人が出てくる。今回名前はトゥクローだけど、今回のようにシャープシューターでその能力をマヤに与える。ここで現れてくる連中は実はマイナーキャラクターだけど、コミックスにも登場するブラックナイフカルテルという人たち。まあ今回同様に邪悪な組織で、今作同様にナイフの入れ墨を掘ってるけど、原作では首ではなく額に。誰もそんなことしないよね。ここで2008年と、2008年といえば I am Iron Man。このシーンだけど、電話先の相手は気にならない？今は死んでるけど、タイムライン的に言うとこの人ではないかな、ウェズリー。アクトだったけど、結構好きなキャラクターだったから少し顔が見れたらと思ったけど。やっとネットフリックス版デアデビルとつながる小ネタが出た。フィスクが自分の父を殺したハンマー。実はこのハンマーはエコ原作にもフィスクの生い立ちの部分で登場してる。そして言うまでもなく、これで言われているように、基本はネットフリックスデアデビルが起きたことは MCU では正史となる証ですね。エピソード5は初っ端からもう一つのパワーを見せる。直す力、精神的にも肉体的にも。そしてここでクライマックスシーンを迎えます。ここでエコが受けたパワーが全てオンパレード。おさらいしましょう。チャファからは怪力、この後フィスクを投げるところでわかりますよね。ロアクからはパスファインディングや戦略、トゥクロからはシャープシューティング、タロアからは癒しの力、そしてこの後出てくる最後のパワー、周りの人に自分のパワーを移すこと。 What did you do?そう思いますよね、ウィルソン君。ここでは彼は治ったと思いがちだけど、キングピンを演じるディノフリオ氏の話によると、治ったのではなく、逆にこの治療によってひらめいて、頭がすっきりして、そしてあのポスクレシーンで前に進むためにはどうしたらいいのか、その道がわかるということでした。最後考察とかではないけど、こういうエンディングいいよね。ほっこりする。エコにもハッピーエンドがふさわしい。しかしこの先はどうなるか。インサイダーによると、カットされたエンディングでは、エコはニューヨークに戻って、探偵事務所を開き、デアデビルに尋ねられるシーンがあったとのこと。今後デアデビルボーンアゲンでは、フィスクはニューヨーク市長になるけど、きっとそっち関連だけど、カットされたから違う方向に行くとも考えられるし、もしくはそのシーンを今後、別の作品で使うことになる可能性もあるのではないかと。さあ皆さん、今回のケープズカフェはどうでしたか？いや、エコは本当に面白くて、もう本当に気に入ったところいっぱいあるんですけれども、今度いつ会えるかがすごい気になりますよね。まあデアデビルボーンアゲインの中で会えるか、まあ今度どっかの作品で絶対また会うことはあると思うんですけれども、すごい楽しみですよね。さてですね、次結構近日中にですね、またザ・マーベルズの、追加考察映像をですねアップしたいと思います。今度の、2月7日に、ディズニープラスで、配信となるんですけれど、できればその前にアップしようかなと思ってますので、ぜひご期待ください。それでは次回までは Stay safe and stay super!